宗門本堂林寺は、群馬県立林市堀区町にある、総統州の寺院である。三号は、清流山。本尊はおくるみ文福茶窯で有名である。室町時代中期の大三33年に、大林正通禅寺により、解散した。当時は、説話で有名な文福茶窯ゆかりの寺として知られる。文福茶釜には、おとぎ話としての、 文福茶釜と伝説としての文福茶釜伝説の二通りの説話がある。説話の詳細は文福茶釜、モリンジの釜の項を参照。寺が所蔵する文福茶釜は一般参拝者も見学可能である。また、狸コレクションと称する日本各地の狸にまつわるグッズや狸の剥製が多くが展示されている。境内の至るところに がらき焼の狸が配置されている。2002年から毎年4月に狸桜祭りを開催。岩佐鶴竹の薩まびは文福茶釜の演奏や講談、舞踊などが披露され、先着100名には餅が振る舞われる。境内には1945年にフィリピンの戦いで全滅した戦車第二次団公兵隊の戦死者を祀った戦車第二次団公兵隊の日。 戦車、第二子、断戦没者遺骨埋葬の地の石踏みが存在する。また、M24 系戦車が置かれていたこともある。寺の北には、県指定の天然記念物であるモリンジ沼湿原が広がり、湿原植物の生育地として保護されているほか、湿原内のモリンジ沼ホタルの里では6月下旬から8月にかけて平家ボタルが見られるが、これは人為的に移入された群である。 ありがとうございます。